ボクサー出身で最短距離で打つからアクションもいいいいそうすると立石の人が和島さん、あのこれあのボクシングではないんで、あのパンチはこう大きく外回りであのやっていただけるとこちらも受けやすいんでって言ったら、はい、わかりました、はい、はい、こうですね、はい、はい、わかりました、本番よーだ結局、最短距離でしか最短距離で打つ訓練を何十年もしてきたからできないの、盾ができないのだからバレエをずっと踊ってた人にロックやれって言ったらできないのと同じでね、全部最短距離